こんにちは、アムールチャンネル、高橋さんのバージョン第2弾ということでですね、前回、初めて私あのアカシックレコードっていうのであの私のことを見ていただいたんですね。そして今私がこの泣き顔の状態のままなのは共鳴しやすいんですかね、体験というか経験というか周波数が。で、私ね多分小学校の6歳とか7歳ぐらいの時が一番死にたいと思ってる子供だったんですよ。理由はわからないんだけど、死にたいと生きたいを常にずっと思って大人になってきて、でもいつ死んでもいいように頑張って生きていくっていうのを糧にしてきたので、それを言われてすごいびっくりしたんですね。すごいびっくりですよね。私も小学校の頃低学年の時に死にられて、そうそう、いつも机に死にたい死にたいって書きながら、うん、すごく死を意識してた生きてた時代があったので、やっぱりそういうところで共鳴しやすかったんでしょうね。うん、でもその、うん、なんだかわからないけど生きたいと死にたいっていうのを常に小さい時から持って生きてきて、でもその考えがあったからこそどんな時も明日死んでもいいように生きてこれたんですね。で、私にとっては悪いことばかりではなかったので、だそ結局ね、それがモチベーションだったんでしょ。あ、そうですそうですそうです、うん、そういう覚悟は自分の中にあるから、うん、おそらくね、こういう言い方あるかもしれないけど、もう自分にとってはもうその死っていうのがもろ刃の刃で、これが切れるから私は切れない方向に行くんだっていう生き方をするんですよ。もう一回言って。だから死っていうもろ刃の刃で、何かあったら死んじゃってもいいよって思ってれば、そう生きることに精一杯を展開できるんですね、うん、だからいろんな体験してね、お子さんも育てる形の中で目いっぱい自分として頑張れたのも、そこに裏がそういう覚悟があるからで、うん、だから自分がやれることは今悔いないように生きようってことができたって形です、ね、そうだからそのいやごめんね、感覚だとね、そのね死っていうね負担はね、うん、本当はすごいポジティブなエネルギー隠してるかもしれない、感覚的に。だ本当のマイナスじゃなくて、うん、プラスをマイナスによってカバーしてくるイメージはね、うんうん、だから結構こういうのってあのマイナスだからすごい葛藤っていうマイナスを持ってるパターンが多いんだけど、これは反対だな、うん、なんか自分でもね、うん、その相手のいることなので細かい話は言えないんですけど、うん、例えば離婚をしたこととか、うんうん、あとは自分が当時持っていた全財産を誰かに騙されるとか、うん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 、そういう話とか、なんか普通の人ではめったに経験できないようなことをすごくいろいろ経験したんですよね、うん、そういう経験は今はとても全部があったから良かったこととなっていて、でもこれをね今そういう視点で見れてるでしょ、うん、そういうことはね、その死を覚悟したこともあったからこそそれも経験を超えられたってことなんです。ということはもっとポジティブなエネルギーをその覚悟っていう怖い領域の死っていうことで負担することによって、うん、自分のモチベーションとしてバーンっていろんなことを体験して突っ走る。あ、でそこにもし本当の自分が分かったら、おそらくもう言い方がちょっと変かもしれないけど、本当の意識拡大っていう、今必要とされている意識拡大がブワーって広がってる。私ね、本当の自分はだからそのどっちからかなと思ってるのね、すごく死と生と両方持ってるから、うん、その死という蓋をした奥がどっちなのかが、うん、まあ、イメージ的にはすごいポジティブなあれだな。そうなのかな。まあさっき、まあね、カメラ前に特攻隊っていう話でしたけど、うん、私も特攻隊やって前世で亡くなったんですけど、その特攻隊にやった時も自分の意識としてね、つながって自分で読んだ時にはやっぱり日本を守りたいわけじゃないよね、家族を守りたい、うん、そういう戦争っていう形で攻められて、うん、もしかして殺されちゃうかもしれないって、うん、その家族を守りたいから、じゃあ自分は心願して特攻隊として死を選ぶって形でいけるんですよ、うん、だからおそらく感覚的にはすごくすごくわかるし、うん、まあ、仮に今そういうご時世だったら私は行くと思って、うん、だからおそらくその深いところにすごい愛情を持ってる。うん、だからすごい慈愛を、その慈愛を目覚めちゃうと、もっと違う領域に自分行っちゃうから、いいよ、いいからごめんね、今の体験したいからそれを塞いでる。あ、愛
を蓋してるってこと、死で。俺の感覚はね、今ね。だからすごい深い慈愛持ってるんだけど、それを発動しちゃったら今の生活とまた違う自分に行っちゃう。あ、今の生活と違う。今ねこう家庭守ったり、この今のねこういうお仕事やったりレポートやったりとかして人生今やってるし、でもそれが今度蓋が外れちゃうと、もっと違う領域になる。もう本当スピ的に言えばもうすごい上の領域に行こうという自分に目覚めちゃう。でも今これをやりたいから、これをするのにはこれはちょっと今蓋しとこう。だからここだけさ、家族に子供たちとかにさ慈愛がなかったらここまでできませんよ。みんなぶん投げちゃって施設に子供入れちゃったりとかっていうのはいっぱいあるでしょ、事例として。でその時に自分は頑張るんだっていうモチベーションするためには、その覚悟が欲しかったからそれっていう形で蓋してるけど、おそらくそこにはすごい深い慈愛持ってると思う。その慈愛を出さないために私はその死っていう蓋をしてるってこと。そうそう、ただ私が思ってたのは、その蓋を取った後に出てきたのが死だと思ってたんですよね、私は。おそらくネガティブじゃなくてポジティブの方だ。ポジティブをネガティブで。そうなんだ。だからすごい、なんていうのかな、まあ今ね世間一般的にスピ系の YouTube でいろいろやつがもっと目覚めるための、だからいろんな段階だから、お子さんもねある程度大きくなってきた、だんだんそういう領域に自分が行ってもいいよって形でこういうつながりを持ったり、そういうお仕事を作って形になってきたのは、もうそれがだんだん蓋が緩み始まった。まあ確かにね、その子供たちが、うちは5人いるんで素晴らしいもうね、あの本当に生活費200万とか、もうみんな学生で私立とか行ったら、で東京に住んでる時はね、なんかね本当に1ヶ月に200万ぐらいかかると、それを家のローンとかもあるから ね、そうありましたよ、そういう時。本当の自分の中でそういう覚悟を持ってないとそれは乗り越えられないですよ。だからすっごい、私も勤めてた時もすっごく稼いでたんですけど、まあ、お恥ずかしい話、この年まであの海外旅行一度も行ったことないし、ブランド品も一つも買ったことないですよね。じゃあそれってね、捧げてきたってことでしょ、子供たちとか、そういう自分たちの生活のね、この子たちをもう何不自由ない、まあ豊かではないかもしれないけど、普通な環境だけで育ててあげたいっていう自分の中のエネルギー源として、その覚悟っていう死っていう形で自分を乗り切ってきたっていう、だからおそらくすごいポジティブなエネルギー持ってると思いますよ、うちは。これはね、あのね、タイミングなんですよね、魂の。じゃあでもね、自分が超ポジティブっていうか、そのもうなんかわかるんだけど、だからそこで蓋してみると発散するから、やっぱそれが出てくるんですよ、エネルギー。なるほどね。やっぱエネルギーって隠せないから、蓋はするけど、でもやっぱにじみ出てきて、そういうものがやっぱ性質だから、魂も個っていう別々ねあるけど、結局個性もあるんですよ、それなりにね、全てが同じじゃないかな。だから体験もみんな別だし。いや、今日なんかいろんな、例えば並木さんから言われてたこととか、島尻さんもすごいいろんなことを教えてくださったんですよね、夫にも私にも。そう、そういうタイミングが来たってことでしょ。あ、だからその蓋を開けてもいいよみたいなんだ。ただ今まではね、子供たちを育てなきゃいけないきゃいけないっていう使命を持ってるから、それをもうきっちり蓋して、だから全然それはいいことでも悪いことも、ただ自分が体験したいからこそそういう蓋をした。なんでこんな涙が出てくるのかよく分かんない。ほら、あの自分もだんだん気づき始めてるから。こういうの不思議なもんで、やっぱさ、エネルギーって上からじゃ流れるんですよ。で、私がこうやっていろんな勉強して波動を上げていくでしょ、自分で。するとだんだん自分も波動も少しずつ上がってくるんですよ。だからだんだん自分もそういうなんていうか、結局自分を出していいんだっていう世界になってくる。今まで何もかも全部。ね、ブロックしてチェーンかけてきたけど、それはもう外していいんだよっていう緩みが だんだん自分の中でできる。そうすると感情がふわーって、私もあの東京でスクール行ってた時にも、あの講師のね前横を取ってて、あれただけで泣いてたりしてました。もう声かけられたわけじゃないって、こう張ったよって言われたわけでもないけど、もうふわー、これがよく言うあのブッダのすごい大いなる振り子ってあるんです。ブッダは大いなる振り子で村を訪ねた時に、村人が同じく振り子で癒されてくる。何もしてないブッダ。それなぜって、大きな振り子に乱れた振り子が沿ってくるんで。私たまにそう、自分からなんかなんていうの、なんかが溢れてて、
だって通ってる人にこうなんかエネルギーを上げたい衝動に駆られる時があるんですよね、うんうん、だからもうそうそうそう、だからそれやっちゃったら今の生活成り立たないからだから本当にそうなんかすごい弱ってる、うん、弱ってる人っていうか、うんうんうん、なんて言ったらもう私のエネルギーをもらってくださいって思う時があるの。だから深い慈愛持ってます。そう、うん、あるある、確かに深い慈愛を、うん、自分の決めた覚悟で隠さないと深い慈愛にもう全てを捧げちゃうから。ちょっと家族に迷惑かけてるけど、いや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 、ふたときますわいや、もうあの時が来たんだよ。えぇ、開けてみて、開け、どうする。でもそれがコントロールできる。あ、自分でね、うん、そっちにぐわっていかずに、今までのそのね、さっきも話してくれたいろんな体験、この人生のそれで相殺できるでしょ。ああここまで行くと自分まずいぞっていうことになると、ブレーキ、だからアクセルとブレーキが踏みやすくなる。ただ若い頃にそれやっちゃうと違うアクセルいっちゃって、もうインドに旅立って、私はもう私は心の身を捧げます、なるほどね、慈愛のために生きていきますみたいな、本当この体験したいっていうのがもう外れちゃうんで。あ、なるほどね。その外れることが悪いわけじゃないよ。ただ自分が経験したいって決めてきたことと別な方向に行っちゃうから、魂はあるとよく青写真って言うんですけど、こういうイベント、こういう体験して避けられないイベントって決めていくんです。だからそれに満ち合った生き方をしていかなきゃいけないんですけど、結局は家庭の環境、周囲の環境、国の環境、それによっていろんなボックスに入れられちゃうんですよ。本当はこういう体験してって魂がいるのに、ボックスっていう形で家の中に入れられて、お前はこうなんだ、お前はこうなんだってガッて入れられちゃうと、魂が体験したいことが全然違う方になっちゃうんです。なるほどね。あ、すごい。だからこれはよく私 もうボックスって言うんですけど、だからそのボックスを一回出ること、で出るとまた違うボックスに、大きいボックスなんです。でまたその大きいボックスを出るとまた大きい、そうするとだん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 意識も拡大するし、あの内側のなんですか、そういうタイミングも整ってくる。あ、やば。だからあれ意味はあるでしょ、こういう世の中が今いろんなね、うん、起こってるし、これからの未来もすごいいろんなこと、うん、イベントもあるから、うん、もうそういう自分が許しが出始まった。ただそれだけです。なんかねすっきりしましたわ高橋さん、ね、すごいわ。いえいえ、私久しぶりに泣いたかも。いいんですよ。いや、あのね、そこ大事なの、人間って泣かないから。うん、我慢するから。特に男の人たちは、お前男の子なんだからってちっちゃい子から言われるんですよ。確かにね。か女性はだから泣きやすいっても、やっぱ生活今頑張ってたでしょ。そう、私ね、自分で、まあ、昔本を出版したことがあってですね、あのビジネスを、うん、あの自分でやってる時に、いや、まあ、今もしてますけど、昔私が出版した本で、あのなんか泣くことっていいんですよみたいなことを本に書いた記憶があるんですけど、自分は泣かなかったですね。もう感情のエネルギーは出した方がいいです。いや、今日ほんと久しぶりに涙が出た。いえ、何だったんだろうということで、これはじゃあいい涙ということで。そう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 ですね。で、本当は今日2回目はなんか、あのなんだっけ、アカシックレコードでその先を治療してもらう予定だったんだけど、治療とか見るって感じだけど、もうそこは分かった、ね、分かったから、ポジティブなエネルギーを死で蓋していた女、ね、そうそうそう。だから覚悟がなきゃ生きてきない人生を自分で歩むために、それを愛している。あ、ちょっと難しい人だねだからあまりにも自愛が深すぎるんだよ。だからその自愛があまりにも大きすぎると暴走しちゃうから、だから全然 OK。 いや、心当たりというか、はい、すごくね、よく分かりました、はい、分かりまして、ありがとうございました。次はですね、この泣いてる場合じゃございません。なんと高橋さんはですね、水の味をエネルギーで変えたりとかもできるということで、次回はお水の味を変えていただいたりとか、チャクラ、うん、チャクラ調整もできますね。チャクラ調整とかそういったことに踏み入って、鼻水が今ね、遠くの方でも頭が痛いわけですよ、私は。確かに確かに確かに、はい、全然わかるって
ということでアムールチャンネル次、高橋さんの第3話目楽しみにしていてください。皆さんありがとうございました。単なる、まあ、早く言えば宇宙の図書館っていう自分のエネルギーのパターンもバレたって感じがした避けられるイベントって形に小さくするってこともできるんですよ。ぜひ活用していただければな。もじもじしの後ろ背中分かる分かる。チャクラは宇宙にあるこの地上にある気を吸ってるんですよ。あえて魂たちは選んでます。エネルギーをこのカップに入れます。水でも、なんで三段階なんです。滑らかだ。これってエネルギーってもうどこに見れるんですよ。二重スリット実験、それをホームセルきっかけ緩める。自分が変われば体験も変わる。日常私たちに現れてるんです。私たちは生かされてるんです。すっきりしました。